どうも皆様おはこんこんみつキックバスターです。今回は短編ゲーム、短編サスペンスでいいのかな、実況者とヤンデレちゃんをやっていきたいと思います。まあ簡単に言うと某論破系ゲームをイメージしたゲームらしいです。まあ、とりあえずねやっていきましょう。まあ、人気実況者が題材ということで、まあ、僕には縁のない話なんですがやっていきましょう。はじめ、Z エンターで決定、 X でキャンセル、了解です。キーボードを使うんですね。このゲームには、にゃー言うた、某動画ネタが含まれています。また現実の人物や団体とは一切関係ありません。こんにちは、はじめまして、テトレというものです。今回は、まあ、おい、どう見てもあれじゃねえか、やっていこうと思います。どう見てもあれじゃねえか。マイリス1、コメント0か。まあ、初めての投稿なんてこんなもんか。マイリス増えてる、それにコメントも。うぽつです、続きも楽しみにしてます。おお、嬉しいな、どんな人なんだろう。実況者とヤンデレちゃん、こんにちは、ステトレです。じゃあ前回の続きからやっていきますか。俺のハンドルネームはテトレ、いわゆる実況者だ。実況を始めて5年、イベントに出たり公式生放送で新作を実況させてもらってた、もらったり、それなりに人気はある。すげえ。特に不満はない実況者生活のはずなんだが、じゃあ今回この辺で、よかったらチャンネル登録よろしくね。昨日上げた動画のコメでも確認するが、またあれがいるかもしれないしな。うっぽつ、んしーは確かあれですね、ナイスカットってやつですね。わらわらわら、草、テトさんかわいい。今日も動画アップお疲れ様。いつもより声がかすれてるんじゃないかな。一日中咳もしてたみたいだし、心配かも。あったかくして寝てね。寝落ちしたらダメだよ。はぁ、あ。なんで俺が一日中咳してたこと知ってんだよ。コメントだけじゃなくて、ツイッター、わ、W が多い。ツイッターも全部いいねしてくる鍵屋がいるし。日常生活でもなんか監視されてる気がするんだよな。でもそれだけじゃ警察も動いてくれないよな。どうするか。なんだ、俺じゃないぞ。部屋の中をクローゼット、調べてみよう。クローゼットは最後の方がいいかも。なんか光ってますね。スマホが充電されている。充電切れでスマホは使えない。今使えるコンセントはここにしかないし、しばらく動かせないなと。ひらめき、スマホは充電中を得た。ゴミ箱は特になしか。家具屋のネトリで買ったベッドがある。枕や髪の毛。怖え、黒い髪の毛。待て。ノートパソコン、ネットサーフィンは、こっちでよくやっている。パソコンが2台と収録とエンコードが、あーいいね、2台欲しいね。僕1台なんすよね、どうでもいいか。このパソコンで実況を撮ったり編集したりする。ゲーム機、パソコン、録音機器、そして防音に優れた部屋、実況を撮るには最適だ。実況にいい環境を得た。おー、なるほど。飲みかけのワイン。実は隣の人からもらったもの、お土産でもらったけど、お酒って匂いだけでも気持ち悪くなるからと言ってたな。お酒が苦手。卒業アルバム、母さんもわざわざ送ってこなくていいのに。なんだろう、他のクラスと比べて何か気になる気がする。卒業アルバムを得た。はあ、ははあ、こういうワードを集めていくっていうやつですね。下の棚にはレトロゲーム機から最新ハードまで取り揃えてある。ここでよくフマブルを友人の実況者とやったりするんだ。リアルだとやる相手は、ああ、でかいが熊のキーホルダーである。キーホルダーか。俺がアイコンとして使ってたオリジナルキャラがグッズ化したものだ。すげえ。しかし5年前は実況者関連のものがグッズ化されるなんて思いもしなかったな。テトレグッズ。本棚だ。次に実況する予定のゲームが入ってる。このギャルゲー結構面白いらしいんだよな。引っ越して離れ離れになった幼なじみが帰ってくるところから始まるらしい。まあそんなドラマチックなことゲームの世界だけだよな。転校した幼なじみ。おい、マジで、そんなキーワード。ファイルや漫画や小説でいっぱい。何か挟まってる。手紙？かわいい手紙を得た。まあ、大体は調べ終わったかな。これも、ね、スマホが。ってことは、これでいきましょう。
ここから音がしたような。よし。開けないでください。やっぱりこの中か。何してるんだ。出てこい。あら。病院谷、すごい名前。病院谷さん。ストーカーはあんただったんだな。俺の動画に気味の悪いコメントをつけて。違います。嘘つけ。警察に突き出してやる。いや、でも証拠が。ああ。この状況が何よりの証拠。確かにそれはそうだ。ここは完全に論破してやってもいいかもしれない。俺は推理ゲームだって。おーい、名前出すんかい、名前出すんかい。伏せたのに。単眼論破ってなんやね。セーブしましょう。わお。病院谷さんの言い分に合わせ、正しいひらめきをクリック、オアタップしてぶつけよう。間違えるとゲームオーバー。マジかよ。バードウステルって。昨日はいい感じに酔っ払っちゃって、間違えてここに入ってそのまま寝ちゃったんです。お酒が苦手。いや、前あんたはこう言って俺にワインをくれたはずだ。お酒は匂いだけでも気持ち悪くなるからってな。そんなあんたがいい感じによって部屋を間違えるとは思えない。よし、ダメージ。確かにシラフでこの部屋に入ったのは認めざるを得ません。でもあなたの動画とかコメントのことは全然知りません。あなたの言うストーカーと私は無関係です。黒い髪の毛じゃないか。あれ？ああ、ミスった。で、お酒が苦手。匂いだけでも気持ち悪くなる。ストーカーとは無関係。ここでよくわかんないけど、これでいいのかな？こう、実況に興味がないのなら、そのカバンについてるのはなんだ？あ、これ、これあれか。グッズか。テトレのオリジナルグッズだ。しかも50個しか作られなかったイベント限定版。それをぶら下げて俺の動画を知らないとは言わせないぞ。なるほど、そういうことか。私はあなたのファンでつい部屋に忍び込みました。何もしてないですか。ここに来て即クローゼットに入りました。黒い髪の毛があるじゃないか。それは違うぞ。おい、やめろ。おい、やめろ。本家のネタを入れてくるんじゃない。俺はさっき枕に黒い髪の毛がついてるのを見つけたんだ。つまりあんた枕で何かしらしてたんじゃないか。この部屋に来た別の誰かの、こんなに長い髪をした知り合いはいない。それに俺の部屋には実況者以外誰も来ないこと、お前なら知ってるんじゃないか。もうダメー。枕クンクンしてたんかい。フィニッシュ。 よし。やっと認めてくれたから、いいからさっさと出て行ってくれ。それとストーカー行為は今すぐやめてくれ。今の状況分かってますか？なんだ、あんまり変なことをすると今すぐ警察を。できるんですか？何を？考える。バードスタート。誰かに助けを求めるのはなんか簡単だ。スマホを使えば。待てよ。スマホは充電中。スマホは今手元にない。ベッドを横で充電中だ。まあ簡単には取らせませんけど、大声を上げれば誰かが。ダメだ、防音なんだよここは。俺がこの部屋に引っ越したのは気兼ねなく実況ができる環境だったから。つまりここは防音に優れている。その通り。その上ここは角部屋で、隣は私の部屋。もちろん今は誰もいません。叫んだところで誰が来るんでしょう。フィニッシュ。いい、やばいやばいやばい。しまった、どうしよう。病院谷さん、何が目的なんだ。俺はただのしがない実況者だぞ。私はただあなたに思い出してほしいだけなんですよ。思い出す？え、ちょっと待って。準備します。セーブします。バードしてる。なんかあったっけ？あれか。アルバムじゃない？小学校の。やっぱりそうだ。卒業アルバム。卒業アルバムを見て俺は何か変だと思った。俺のクラスだけ他のクラスに比べて一人少なかったんだ。卒業直前に誰かが引っ越したから。転校する子から何かもらってるんじゃないですか。可愛い手紙。そういえば手紙をもらった。可愛らしい便箋だったのは送り主が女子だからか。そうですよ、私手紙の内容を完璧に覚えてます。離れ離れになっちゃうのは寂しいけど、元気でいてね。私絶対にまた帰ってくるから、その時はよろしくね。絶対に絶対絶対に忘れないから。その手紙がこの子ということなのかな。転校した幼なじみ。そうか、君は。フィニッシュ。幼なじみかい。病院谷さんか。今かい。いたわ、卒業直前に引っ越しちゃった人。みんなでもう少しだけでもいればいいのにって喋ってたの覚えてる？え、はい。
そんな反応なんですか。マンションの隣人が実は10年以上前に転校した幼馴染だったんですよ。そんな旬の過ぎた芸人を久々に見た時みたいな反応なんですか。例えがすごいな。あーまあそうかな。嘘でしょ、こんな覚えやすい名字なのに。ラブレターも書いたのに。いや、クラスのみんなにあげてたのかと思って。そんなわけないですよ、ありえないです、幼馴染ですよ。甘きす実況でも幼馴染攻略してたくせに。実況デビュー作の話はしないで。というか俺あなたに親しかった記憶ないし、幼馴染っていうか元クラスメートだよ。そんな、というか仮に幼馴染だったとしても 黒髪幼馴染って負け属性だからやめた方がいいと思う。おい、まあ、ごめん。小学校の頃からずっと好きだったんです。あなたのことを忘れられずに生きてきた。でも5年前に再会できたんです。耳を疑いましたよ。たまたま見た実況動画。声は変わってたけど、愛の力で分かった。ああ、あなたは実況動画だって。それからずっとコメントや広告で応援し続けたんですよ。友達にも広めてあげた。あなたはいつしか人気者になれた。どんどんいろんな人に囲まれていくあなたを見て、私は焦りました。もっとあなたの近くにいないと、あなたは私を忘れてしまうって。だから私はあなたの隣に引っ越したんです。怖いね。なんで住所。時々実写動画も投稿してるじゃないですか。日差しの角度や間取りで住所を割り出しました。ひぃ、怖えこれ。ひえ、マジでひえやわ。でも今までの気持ち全部空回りしてたみたいですね。あなたは私のことなんか完全に忘れていた。それなら私、あなたに私を好きになってもらいます。どうしよう。選択肢として一旦セーブさせて。うわー、どうしよう。どっちがいいかな。どっちがいいかな。よし、ここはあえて2パターンで分ける。はい、分けます。今回突き放す方やってみます。はい。いや、そうやって無理やり人の心を変えるのは良くない。俺は君の気持ちには応えられないよ。ストーカーとか生理的に無理。わかりました。それなら好きになればね、一緒にいればいいんですよね。なんだここは。私の部屋ですよ。今日からここがあなたのお家。もう一生ここから出なくていいんです。はあ、何言ってんだ。出せ、出してくれ。明日も仕事なんだ。私はずっと養っていきます。掃除、洗濯、買い物、あなたが言えば何でもしてあげますから。あなたの仕事はここで私を愛すること。冗談じゃない、帰らせてもらう。あれ、体に力が入らない。お薬、やべえ、この子やべえ、この子やべえ、助けてくれThank you for playing! Bad end! はい、今度は受け入れる方をやってみようと思います。に刺激しない方がいいかも。それにこの子結構可愛くないか。付き合ったらストーカーもやめてくれるかもしれないし。病院だりさん、俺と付き合わないか。え、ダメなのか。いや、ダメじゃないです。お、あら、それでさ、あれから病院だりさんのストーカー行為は収まった。今じゃ毎日のように料理を作ってくれたり、家デートをしたりする仲だ。彼女になってみると、病院谷さんは可愛らしい女性だった。俺にはもったいないくらいに。明日は水族館に行きませんか？あ、明日はダメなんだ。イベントがあるから。イベント？そう、マカロンさんとかと一緒に、まあトークイベントみたいな感じかな。人気の女性歌い手さんですよね。そうだけど。わかりましたよ。よかったらそのイベント行ってもいいですか？あ、いいよ。一般参加者になっちゃうと思うけど、大丈夫だよな。はい。マカロン、怖い。マカロンさん逃げて、マカロンさん逃げて、マジ逃げて。はい、ということで終わったかな。 Thank you for playing ハッピーエンド。どうかーい。はい、ということで実況者とヤンデルちゃんお届けしてまいりました。次回の動画でお会いしましょう。以上、ミスキックバサでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。